皆様ごきげんよう。23時所属のバーチャルライブお父様成熟で魔法学校に通う高校2年生の高宮リオンです。今日はなんとスペシャルゲストを呼んでおります。岡野さん。はい、弁護士やってる岡野と言います。これまで10年以上刑事事件とかいろんな事件扱ってきた弁護士で、今 YouTube もやってるんですけれども、今日はちょっとね、リオンさんから声がかかって、これなんていうゲームですか？これはね、GTA 5というゲームで、丁寧にプレイするからちょっと間違ったら突っ込んでくれみたいなこと言われてるんですあ、そうなんですよ。なのでね、今日ちょっと頑張って一緒にゲームプレイして見ていただきたいなと思います。日本の法律厳守ってことで、法律厳守で、はい、さすがにね、そんな法律とかを犯すようなことはね、まあしないように頑張っていきたいんですけど、まあたまに暴走したらちょっと止めていただいて、ちょっとこれは、はい、一応ちゃんと横断歩道歩いてくださいよ。横断歩道でも見当たらないですけどね。ちょっと勝手に道路渡って交通事故あったら、はい、失割合っていうのがあって、自分もちょっと悪くなるから賠償金少なくなりますよ。そうなんだ。横断歩道じゃなかったら、まあ、自分も悪いみたいになるんですよ。自分も悪いになりますね、今。ゴミ箱とか。あー、こら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 、ダメダメ、蹴ったら。これなんかあります？後ろに結構壊れました。壊れてる。器物損壊罪。器物損壊罪。3年以下の懲役、30万以下の罰金。嘘。その両方が課せられたりとかもするんですか？初犯だったら罰金みたいな。最犯だったら懲役みたいな。そうなんだ。こういう自然物は？自然物はまあ微妙ってとこですかね。そうなんだ。ただ自然物に見えても国が管理とかすることあるんでね。その場合はやっぱり器物損壊ですね。なるほど。じゃあね、車に乗ってドライブちょっと行きたいなと思います、次は。あら、はい、ちょっと車をね。これ恐喝罪。恐喝罪。恐喝罪ってゲームセンターでヤンキーが子供からお金取るやつですよ。恐喝ですよ。恐喝罪。うん、それダメダメ、人から取ったら。これダメか。じゃあちょっと、うん、下手したら強盗になりますよ。え、強盗？強盗と恐喝の間ですね、今の。やばいですね、これ。じゃあ、ちょっと人から取るのがダメだったら、これちょっと多分いないと思うんで、これから取っていきます。それは誰の車ですか？知らない人ですね。それもダメダメダメ。窃盗罪、それ普通に。窃盗罪。窃盗も恐喝も10年以下の懲役、だいぶ重たい感じ。10年以下。初犯だと。初犯だと、まあ車取ってたら懲役1年半とか。私ちょっと免許がねないので、ちょっと運転下手くそになってしまうんですけど、どうですか運転さばきは。私の。大変ですよ。これ職質される。はい。横行ったらダメですよ、真ん中走らない。真ん中ね。警察が見てたら一瞬で、はい、ちょっと遅くないですかこの車は。遅いです。ちょっと詰めますか。ちょっと。いやいや、煽り運転じゃないですか。罰金とかあるんですか？その後どういう結果が出るかによるけども、すごく今重たく処罰されるので。あー、そうなんだ。反対車線、バラ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 。はい、反対車線、ぐちゃぐちゃですね。車線変更もそれちゃんと後ろの車とかに気をつけてやらないと、車線変更のミスだけでも全然懲役刑ってあるんで。そうなんですか。怖いな、車運転するのも一苦労ですね。ちょっとこっち、はい、歩道も走ったらダメです。歩道も、歩道も、歩道を走ったらどうなるんですか？歩道を走ったら3ヶ月以下の懲役、5万円以下の罰金。こういうとこはどうなんですか？そういうとこも完全アウトですね。どこかに駐車して街とか観光したいですけどね。駐車とかはどうなんですか？駐車はちゃんと駐車スペースにしてください。駐車スペースは分かりました。交差点とか横断歩道とかその近くダメです。なるほど。このストップは駐車場じゃないですかね。大丈夫ですか？これダメですか？坂道もダメなんですよね。坂道とか坂の頂上みたいな。見晴らしがすごく悪いから、そこに車止めたらちょっと後ろから見えないっていうのがあるから。あー、そうなんだ。なんか広い広場みたいなとこないですか？他人の、ちょっとじゃあ、そこは駐車場やけど、これ人の駐車場じゃないですか。ちょっと借りることって、人の駐車場に止めたら建造物侵入罪です。建造物侵入罪。あ、交通事故、これぶつかってきました。これどっちが悪いんですか？今の完全にリオンさんが悪いです。そうなん、まず無免許運転ですか。これ引き逃げになってますからね、今ので。もえ、嘘、逃げてるってことですかね、警察から見たら。そうなんだ。私逃走犯になったんですか？逃走犯になってますね。でも人とか引いてないですけど、なんかしてます。あ、引いた。救護しないと。救護。逃げてった。逃げてった。でもあっちが逃げていきましたけど、これは相手が逃げたので、まあ、別に OK ってことですかね。日本の法律だと相手が逃げても110番と110番。
きます。ああ、なるほど、わかりました。つきまとってますね、むしろ。いや、ちょっと可愛いから家についていこうかなと。こらこらこら、なんですか、なんですか、なんですか。押したら、押したら、押したら暴行罪。押したら暴行罪。暴行罪は何年ですか。暴行罪は2年以下の懲役です。え、でも殴ってないですよ。あ、殴っ、こらこら、あ、血出た。血出たら傷害罪。傷害罪。15年以下。15年以下。女の人がいる。あ、ちょっと今それ売説目的あるんじゃないあ、いいな、そのドーナツ欲しい。ほら、ドーナツ、ドーナツ欲しい、ドーナツ欲しい。強盗罪。強盗罪いいんだこれ。あ、気絶かな。これ死んでたらだいぶやばいよ。そう、でもドーナツ欲しい、はい、買っただけなんです。普通の強盗罪は5年以上の懲役だけど、これもし死んでたら、はい、死刑か無期懲役の2択だから。ええ、ちょっと所持品検査させてもらっていいですか。あ、ちょ、いいですけど、こんな感じですね、私の所持品。これは、はい、銃刀法でいうところの銃に当たりすぎるような銃。これでも、護身用ですよ。護身用でもこれダメですね、日本だと。え、ダメなんですか、これ。もちろんもちろん、稀に見る悪質な銃刀法違反です。弾も持ってます、弾。弾、はい。もちろん、当たり前ですよ、そんな。弾丸の弾も一番重くなるんですよ。あ、そうなんだ。狙ったら、もう、撃てますね、これ。いやいや、発射したら、はい、あ、発射した、発射したら一気に無期懲役まで。いや、なんかみんな逃げてますね。今護身用って言いながら、なんか護身用です、護身用。あと誰がいるかはちょっとわかんないんでね。さっきの人たちちょっと見られてる気がするんで、ちょっと証拠を隠蔽した方がいいと思うんですよね、私。わっ、めちゃくちゃ、めちゃくちゃうまいじゃないですか。はい、これは今ので、あ、殺人未遂からの殺人罪に、はい、なりそう。ああ、ここにいる人全員証拠隠滅しない限りもう死刑確定ですね。あ、じゃあ殺しときます。一気に通り魔みたいになってきた。うわうわ、警察官と打ち合ってる。はい、ちょっと、ああ、ひどい、こんなことしなくても。まあ警察官からしたら完全正当防衛ですけど。やっちゃっていいですか。な、何を、何ですかそれ。これロケットランチャーです。ダメ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 です。絶対に、絶対ダメです。こらこら、でもむしゃくしゃしてしまって、下手したら放火になるんですよ、放火に。放火、そういう爆弾使ってやったら特に放火力対犯罪になっちゃうから。あ、そうなんだ、うん、誰か人いっぱいいないかな、ここら辺とかで突っ込もう。あー、あー、これ死刑のやつですね。嘘、はい、でも死刑になりたくない。あれに見る強化なんですよ。危ないですね。ちょっと私、人を殺すの大うまいかも。手慣れてますね。来ましたね、警察。これはひどくないですか。いやいやいや、業務業務業務。はい、これ月が綺麗だ。ヘリ来た、ヘリ来た、ヘリ来た。危ない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 。逃げて逃げて、法律厳守して逃げて、ちゃんと法律厳守して逃げんの。銃はダメって言ってたんですけど、これはいいんですか。果物、果物、はい、何ですか、果物。これうわ、銃だ。ダメです。ダメダメです、もちろん。お金落ちてます。じゃあ拾って交番に届けよう。はい、わかりました。交番に12ドルいただきました。なんか最初は、はい、犯罪だったけど、今もう殺人鬼です、ね、いや、そんなことないですよ。あ、ダメダメダメですか。人乗ってるから。でも殺人鬼。あれですよ、内乱ですよ、はい、内乱内乱罪っていう戦争じゃないですか、もう。だって、あ、なんかやり合ってますよ。助けてあげて。わかりました。いやいやいや、2人とも殺したんじゃないですか、ね。でも町の平和を守られましたよ。よかったよかった。助けるために撃ったんだったら、はい、成功法になりうるんですけど、まあ、2人とも撃っちゃったから、はい、犯罪ですね。全部足し算したら、まあ、裁判員裁判にかかるのは間違いなくて、はい、で裁判員から見たら一点の曇りもなく死刑になるような感じです。どうしましょう。いや、これはもう、まあ、犯した罪はやっぱ背負っていかないとなって思います。犯罪をしないようにしたいです。いっちゃあ、おい。なん
だなんだ言ったそばからな。これはこの人が悪いと思います。確かに今後ろからぶつけられたもんね。はい、いろいろちょっと犯罪を犯してしまったんですけど、犯罪はゲームの中にして現実世界はちゃんと清く正しく生きたいと思います。岡野さんどうでしたか。思った以上に暴れっぷりが出ててあ捕まります。やっぱゲームの中でも捕まるんだ。